みんなに笑顔を届けます、ホットチャンネル。あら、おはようございます。さあ、朝からお誘いのホットくん、今日は一日お父さんもお母さんも休みです。今日は楽しく過ごしましょう。朝からみんな勢ぞろい。ホットくん、ダンゴ、ダン、はい、ミミ、コウメ、ミミ、あれ、ミミだけ返事せんな。もう耳にはご飯抜き。はい、今から好きなやつをあげます。ミミ、ご飯抜き、あんたは。よし、いよいよ明日がお祭りです。ホットくんの怖いしいコマが回ってきます。で、ホットくんのお父ちゃんがシーコマ役をします。今日の新上五島町です。さあ、今日もカーコたち来ましたよ。奥にいるのがカーコです。カーコお父ちゃん、行くぞ散歩。すごいカラスの大群、渡りガラスがいっぱい来てます。山の実とかいっぱい食べて、こうやっていっぱい糞をしています。あ、今日もいい天気だぞ。今日はホットとドライブに行きたいと思います。今日は家族でピクニック、天気がいいので桂山にみんなで初めて行ってきます。はい、今日はこの車で行ってきます。ホットとグリでキッチンさんの弁当を買いに来ました。弁当買ってピクニック行ってきます。よし、はい、行くぞ。怖いで行くぞ。ホット持って行くぞ。バス停待ち合い場、ちっちゃ。いやー、なんか綺麗な花の咲いちゃうぞ。桂山到着。なんか綺麗な花が咲いてるぞ。のんびりしたとこじゃん。この花なんていうと？コスモスよ。あ、コスモスな。これが話題のコスモス畑よ。ああ。コスモスって俺なんか黄色かちょもちょっと。何の花？あ、何の花か。へえ。
さあ、一面コスモスです。すごい。これって上ちょっと誰かな。お邪魔します。すげー。ここが桂山のコスモス畑だそうです。今から弁当にします。グリデキッチンさんの照り焼きとピリ辛、何やったっけ、豚ピリ辛やったっけ、豚、そうそう、ピリ辛豚丼みたいな。それとこれはホッタ君のご飯。はい、弁当食べてるお母ちゃん。ホットもやる、おいしい？じゃあホットにもやるけんね。よしよし、はい、お食事タイムです。はい、チーズ。ホットは興奮しまくりやな、これ。じゃあ帰ります。ただいま、今帰ってきました。母ちゃんも荷物いっぱいで、ここにも買い物済ませました。おいでホット。よっしゃ、ちょっと待ってよ。ホットは自分のバッグ持って。よし、はい、気をつけて行っちゃってね。はい、小梅もついていってます。おー、ほっと、ごめん、もう一回来てくれた、ありがとうありがとう。ちょっと待ってよ、これ次これ持って行って。よし、はい、ありがとう。2回目も戻ってきてくれたホットくんでした。ただいま。よいしょ。さあ、今日の最後にカーコたちも来ましたよ。一日が終わります。今日はピクニック楽しかったです。明日はお祭り。一日また頑張ります。ホットチャンネルでした。またね。